八重洲橋は、かつて、東京都中央区の外堀川にかかっていた橋。東京駅東側の八重洲口中央口交差点付近にあり、1948年に外堀川が埋め立てられたのに伴い撤去された。付近の行政地名としての中央区八重洲は、八重洲橋撤去後の1954年に、町名変更で成立したものである。1872年、 現在の東京駅西側の島町区に八重洲町1の2丁目の町名が設定された。1884年、外堀川の五福橋と丹谷橋との間に新たな橋として八重洲橋が架けられた。橋の名は日本橋区、京橋区から島町区八重洲町に通じることから付けられた。1914年、この初代八重洲橋は東京駅の開業に伴って取り壊された。 東京駅東側には車両基地が置かれ、出入り口は設けられなかった。東京駅の丸の内側からの空撮関東大震災後の1925年、震災復興再開発事業の一環として再度佳境。1929年、東京駅東側に出入り口が設けられ、八重洲橋口、八重洲口と呼ばれた。なお、戦前の八重洲口は裏口であり、 貧弱であった。第二次世界大戦後、外堀川の埋め立て工事が行われ、1948年に八重洲橋は撤去された。二代目の八重洲橋は、詩人の木下木太郎が設計したとする説があり、詩人で文芸評論家の野田宇太郎が取り壊しに際して、憤慨したことで知られている。ただし、木下が設計したについては、疑義も提されている。 山口文造は少なくともデザイン設計の一部に関わっている。八重洲橋鉄橋後の1954年、日本橋五福橋、牧町が解消し、八重洲という町名が生まれた。ありがとうございます。